はい、注目に再戦のコーナーです。週刊客の和田です。はい、こちです。はい、2歳 G1 連続で、はい、今週は朝日杯。そうですね、まあ普通なら男馬のチャンピオン決定戦というとこなんですが、今年はそうですね、牝馬がエントリーしてます。はい、はい、まず阪神 JF は重賞以内はたくさんいたんですけど、うん、ここは重賞以内1頭だけで、なるほど、しかもそれが牝馬、うん、ファンタジー S を、買ってきた、はい、ベルカントベルカントというメンバーになってしまいました。はい、下手したらそれこそベルカントが一番人気になるんじゃないかと。でもね、おかしくないような感じはありますけども、はい、まあ、中山のコース適正を考えて阪神よりも中山という、うん、ことで使ってきましたし、うん、まあ、とにかく先行力ありますんでね、はい、小回りといいますか、まあ、中山コースならちょっと怖いのかなと。相変わらず稽古はなんか半路で50秒台一頭の半路でね、はい、完成度高いですしね。そうですね、まあ、押し切っちゃっても内枠いてポーンといっちゃったら、はい、うん、っていうところはありますね。もう30何年ぶりだそうです、牝馬が勝つと。なるほど、まあ、歴史的シーンもあるんじゃないかという見立てですが、はい、まあそう押す馬はうまくないぞ、まあ、そうですね、いうところですかね、はい、まあどうなんですかね、まあ、一応レイリー杯2着のアトム、はい、はい、まあ、蓬莱明子に、ね、スピードで押し切られてしまったんですが、うん、もう最後あと1本のところまで詰め寄りましたしね。そうですね、やっぱり能力は、うん、能力が高いですね、うん、まあ、ディープインパクト3区で決めてというか、はい、末足の確かさは、そうですね、はい、これも上位ですね、はい、はい、それから地方馬、はい、じゃあもう一つですね。そうですね、注目歴史的なシーンを狙うところでは、うん、プレイヤーのリアルという、はい、なりますが、はい、トースコ杯、うん、まあちょっと抜け出すのが結果的に早かったのかなと。まあそうですね、最後目標にされて差し替えされてしまったという感じなんですけれど、うん、非常にセンスがいいですしね、スタートポイント出ますし、これは中山コース向くんじゃないかなという印象がありますね、うん、まあいろいろ半信半疑というかね、ありましたけど能力は見せましたね、はい、うん、岡田総帥は負けたことが信じられないと言ってましたけど、それぐらい自信があったみたいで、はい、本当にコスモバルク2号それ以上の器と見ているようなので、はい、はい、その他ではどうでしょうか。そうですね、まあ、重賞を使ってなくても、はい、素質高そうなのは結構いますよね、はい、まだあと2連勝したアジアエクスプレスとかね、これも未知の魅力というか、はい、もういずれもワンサイド5馬身7馬身という強い競馬だったので、一番適正さえあればというところでしょう。それから同じく2戦2勝の湘南和田地というのも地味ですけどね、はい、うん、いい決めてるというかありますね、はい、まあ、混戦ですね。そうですね、うん、まあ、流れとか馬場次第でガラッと結果も入れ替わるようなメンバーですけれども、はい、はい、まあ、今年でね、中山でやるのも最後ということなので、そうですね、そういう意味でもちょっと注目して見てもらいたいなと思いますね、はい、それから、まあ、新馬を軽く言っておきましょうか。う、まあ、阪神、やっぱり阪神になっちゃうんですけど、土曜日の1006、いや日曜日ですね、日曜日ですね、はい、はい、1006にベッラ・レジーナ、うん、平田厩舎、ベッラ・レイヤーね、オフス連着とか走りましたけれども、はい、まあ、母の視点を進めていた秋山騎手でデビューということで、はい、まあ、注目を集めようかなという感じはあります、はい、中山組はどうでしょう。うーん、日曜日の1006に決闘馬が ね、 そうですね、揃いますね、ホエールキャプチャーの妹のマザーシップですとか、うん、はい、ピースオブワールドのこと、まあ、関西からね、ですね、関西からビバワールド、うん、なんか両方とも千代田牧場の、はい、でね、うん、なんかもったいない気もしますけど、なるほど、まあ、直接対決がありますね、はい、まあ、そのあたりに注目ということで、中山では朝日杯の前日に柊木賞というのもありますし、ここは朝日杯の除外組がね、そうですね、浮かぶと思うんで、うん、はい、はい、そのあたりに注目していただきたいと思います、はい、ありがとうございました。